腕を上げないでスイングするという動画に対して、そのプラスアルファ何をすればいいのですかというご質問をいただきました。ゴルフクラブというのは前傾があるので、例えばこのように構えていた状態でこう振ると真横にしかクラブは動きませんが、前傾があることによって下に向いたものがこう上、形としては上に動いているようなイメージになります。ですから前傾があることによってある程度腕を上げないっていうような動作を極力減らして打つために一応前傾があるっていうような理解でまずいてもらえばと思います。で、あともう一つは手を、やはり手はこう移動させてしまうと上下になってしまいますので、もう本当前傾なしでこう打つならこう手をこうやって上げて下げてっていう動作になりますが、まあ、やはり手を上げないで体の回転に即してそのままクラブを振っていきたいので。まあ、なるべくこの手元を上げないっていう考え方でいくと、イメージとしてはこの右肘と手元の移動の距離と移動の間隔を同じにしてあげて、まあ、割合肘は少し体のこの外側にずれたような状態にしてあげるようなイメージでいくと、手の移動している距離っていうのは肘より超えないような形で動いてあげると極力最小限な手の上げになるのではないかなと思います。これがこう移動するのは手で動いているような形ですね。で、上げてしまったり、後ろそのままクラブの重さで行ってしまったりするので、このまま一緒に肘とみたいなイメージで上げていただけると、少し手で上げてるっていう動作が少なくなりますので、感覚としては肘を支点にこのように動かさないで、肘も一緒にそのまま体の回転と同じような量を動いているようなイメージで動くっていうような意識を持って練習していただくと、少し回転で体で上げて打つっていうようなイメージもつきやすいのではないかなと思います。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録、評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると、動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。